鬼のまな板、鬼の接近機のまな板、鬼の接近は、奈良県高市郡飛鳥村、野口、平田にある花崗岩の石造物。宮内庁により、近明天皇日野熊坂医療の倍長に事情されている。畑の中を通る遊歩道の脇の高台には、鬼のまな板が遊歩道を挟んだ高台のふもとに鬼の接近がある。両者は直線距離にして、 数十メートル離れているが、元は一つの古墳のせっかくだったものが、り土がなくなった上、二つに分かれてしまったものとされる。元々は、花崗岩をくり抜いた横口式せっかくの二石とその底石であった。底石には、横口式せっかくの特徴である扉石を据えた痕跡が見られる。底石には、小穴が並んでいるが、後世に割り取って、 石材として利用しようとしたためと見られる。大きさは次の通り。言い伝えによると、風の森と呼ばれる、この地方に鬼が住んでおり、通行人を騙して捕らえ食べたと言われている。まな板で調理し、接鎮で用を足したという。なお、この鬼のまな板、鬼の接鎮には、総仮説がある。実は、現在のまな板の隣接したところにもう一つやや、小さめの底石があったが、 明治の頃に小さく割れられ民家の庭石に転用されたという。すなわち鬼のまな板、接鎮古墳は草墓であり、隣にあったもう一つの石角墓と体を成していたというのである。割られた石は民家から運ばれて、現在は柏原考古学研究所附属博物館の屋外に展示されている。ありがとうございます。